夏が終わる時期に近づくと、野生の江頭2時50分が浜辺で観測できます。年に一度砂浜に卵を産むために、世界中の大川工業からここ九十九里浜に集まってきます。江頭2時50分は芸能界でも珍しい卵生生物であり、一度に約80個の卵をひねり出します。卵から帰ったばかりの江頭2時50分の赤ちゃんが、天敵である警察や PTA に見つからないよう砂浜に穴を掘り、その中に産み落とします。産卵中にはなぜか泣きます。江頭2時50分の産卵は約1時間ほどかかります。その神秘的な光景を一目見ようと、世界中からこのビッグイベントに駆けつけます。後ろからのアングルはバッチリので、決して見てはいけません。無事帰った江頭2時50分の赤ちゃんです。小さな手足を懸命に動かしながら海へと進んでいきます。多くの江頭の赤ちゃんはここで命を落としてしまいます。江頭の赤ちゃんが無事大きくなれる割合はわずか 1%。 100匹生まれたとしても99匹の江頭は死んでしまいます。芸能界というのはそういうところなのです。こうして生まれたばかりの江頭は芸能界の波に揉まれ、大きくなり下半身を露出し、そしてまたこの浜場へと帰ってくるのです。